いや、めっちゃ古くね？ 1 点え？なんか死んだんだけど。何これ。おー、ダメージくらダメージくら、なに。あ、なんかすごい感度が バグってるレベルで高いわ。どうもこんにちは。今回やっていくマップはより小さな寿命、まあ僕は小人になる世界ですね。ってことでやっていきましょう。僕が小人になる世界なんですけど、あーすげえ、まあ小人になってますね。はい。あ、そうで、ハートがね、体力がね 0.5 しかないんですよね。だからまあ普通にあれだよね、3マスん、じゃあ4マスかからジャンプしたら死ぬよね。ってことで、これはレベル1リストで、こっちがクレジット、クレジット、あ、英語だ。あ、まあエンジョイって書いてあるから楽しめやみたいな感じかな。でこっちがまあ多分あれだね、やることリスト、タスクですね。1個目がリペアーザジュークボックス、ジュークボックスを直せ的な感じかな。で2個目がキャッチザバニー、ウサギか、ウサギを捕まえろかな。で、あ、編集で出してると思うんでそれ見ればいい話なんですけど。で3つ目が、ストップザスライム、何これ、インこれ なんて読むんだっけ、まあ、多分あれだよね、侵入みたいな意味じゃないこれ。ちょ、読み方忘れて意味覚えてるってだいぶ意味わかんないけどね。で4つ目がGo up the tree、まあ、これ普通に木に登ればいいのかな。で最後が、ダイブインザアンダーウォーターシークレット、これ何これ何、あ、洞窟かな、洞窟ですね。だから洞窟に入れ、見つけろ、まあそんな感じですね。ってことでレッツゴー。じゃあまず1個目、え、これ順番にやればいいのかな。ジュークボックスから やりたいんだけど、なんか畑あるわ。あ、これ水中ですか。あ、なんか露天掘りしてある場所みたいな。あ、これ下、あ、これあれか、あ、めっちゃあーとか言って顔なしみたいな下これあれだ、この家がでっかく作られてるんだ、ここに。あ、いや、じゃあ僕がちっちゃくなるって設定だ。あ、ちょ、おーすげえ、あ、でかっ。あ、ジュークボックスあれかな。あ、なんかここ行けるじゃん。はい。あ、これガラスか。よいしょ。いや、ちょ、バージョンマジでちょっと懐かしいわ、このアイテムの見た目が。赤、黄、緑、青の4色があるね。あー、これあれかな、本に色が書いてあったよね。あ、そうだ、この赤、青、緑、黄色の順番にしろってことか。ちょ、一回試しに押してみるか。あ、変わってる。まず赤を一番右にするか、赤を一番右にするか。なんか規則性をさがあるよね、さすがに。ふんふんふん。あ、オッケー。とりあえず赤一番左にして、で次青緑黄色か。ここが青だったよね。オッケー。で緑が、あ、これ黄色じゃね、あ、黄色じゃん、なんか。あ、こっちが緑か。こうして、あ、ここ早送りかも、これ。 OK、 これでできあ、逆だわ待って、黄色が一番右か。ミス。はい、 OK。 お、これで、あ、ボタン手に入ってたわ、俺全然見えてなかった。ボタン、待って、なんか頭にもボタンついてね。何これ、 X って書いてある。まあ、とりあえずこのボタン、フリーズイットオンダイヤモンドブロック、ダイヤブロックに置けるやつか。2個目いくか。キャッチザバニー、ウサギか、ウサギ。2個目の前にこれ外じゃない、下降りてみるか。とりあえずこれファースターウェイ、ちょ、こう読み方が合ってるか分かんないけど押してみるか。とりあえず、ええ、あ、上戻るってこと？あ、なんか、あ、しかも殺されたし。あ、ウサギいるじゃん。ウサギいるじゃん、でっかいウサギ。こいつ捕まえるって。あ、ダイヤモンドブロックだ。はい。なに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 。
な、なに、なに今の。あ、ウサギ、あ、ウサギいる。これ捕まえるだけ。おい、ばっか感度が高すぎて後ろまで振り返ってたわ。え、これどうすんな、え、倒せばいいのこれ、捕まえるって。あ、あ、なんかめっちゃ浅い倒しちゃった。お、なになに、スピードブースト早っ早っこれ。え、でもこれさ、ウサギ倒しちゃったけどいいの、倒すで。はっ、あ、まあ特に、あ、てかこれボタン違うじゃん、これ新しいやつじゃん。Please eat on gold block ってことで、こっちちょっと回ってみるか。足速くなったし。何が、なんかあんのかな、こっちは。あ、あの木はあれかな、登るやつかな、あのタスクのうちの一つの。で、金ブロックあったね、ここに。はい、おお、いいな、めっちゃスライムいる。スライムじゃなくてか、これスライムブロックじゃん。あ、スライムもいるわ。これを侵入ってどこに、どこに侵入するのを防ぐのこれ。オッケー、全部倒したけど、あ、ボタンあるね、また。フリーズイットンラピスブロック。え、これさ、ミッションクリアできてるのかな。クリアの表示がさ、ちょっとわかんない、出てる、え、出てるかどうかわかんないんだよね。出てんのかなえ、これ死ぬ、これ意味あるの、あれ絶対死ぬんだけど。で、ラピスラズリブロックだね。あと、あの木の方向に行く行き方もさ、まだ分かんないんだよね。こっち側、あ、こっち側ってかここじゃん、絶対ここで飛べばいいんじゃん。はい、あぶな、危ない、届かないかと思った今。ここにラピスラズリブロックあんのかな。これはチェックポイント、セーブ、ナイス。まあ、じゃあとりあえずこれ順番にとか言ってたけど、今どこ、これやったでしょ、これやったね、これやった。あ、ちゃんと順番にやってんのか。で、次、木登り。あ、もうシンプルに木登り、もしかして。早歩きの早送り。オッケーオッケーオッケー。で、葉っぱの部分か。あ、こっちがいけない？あ、これこっちいけないね。あ、いけるわ。ここにさ、ここに降りれる場所あった、もしかして。あ、じゃあこれあれか、もうドロッパーか。水あるもんね、下。あ、ドロッパーてか普通に降りれたわあ、で、ここあれじゃん、あ、これだね、洞窟。洞窟なんだけど、あ、あ、しかもこれが 1.12.2 だから泳げない、まだ。あ、え、これ登れないし。全部ハーフブロック置かれてる。あ、じゃあもうこれ洞窟から行くか。ここから、あ、こっち行けるね。これ息切れた瞬間さ、あ、あ、これで速くなんのか。はい。この最速でいく、最速で。いける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 。よーしよ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 し。オッケー。ああ、やっぱここにある。ああ、じゃあ、オッケーオッケーオッケー。合ってたわけだ。はい。レベル 2? あ、さっき画面にレベル2って出てきたと、さっき画面にレベル2って出てる。やばいわ、ちょっと。これ1週間ぶりだからです、実況が。滑舌悪いの。さっき画面にレベル2って出てきたと思うんですけど、まさかのね、ここに来て、マップ説明もう1個言ってなかったことがあって、レベル1からレベル4まであって、その中に、さっきやったジュークボックス直すみたいなタスクが何個かある、あって、で、それが、レベル4まであると。つまり、レベル1がここでクリア終わりで、こっからがレベル2ってことですね。ということで、パート1ここら辺で終わりにしたいと思います。
終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。自分の滑舌がやばすぎてビビってるかも。あ、まあ、1週間ぶりだからしょうがないか。